日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、三人道に属する。稲葉の表記について、古くは古事記で稲葉、仙台旧字本義で稲葉と記される。その由来は定かでないが、稲葉神社では、社名を稲葉国の名称の由来と伝える。なお、稲葉の固有名詞は、三人道の稲葉国像、同国常見軍の稲葉号、稲葉山のほか、 山和国天理市の稲葉、美濃国厚見郡の稲葉山、や、天孫本義の引用というもの、国造本義の国国造の祖、陰派足になどに見え、これらは皆、物延べの同一系統に関係すると考えられる。これは、伊福部と同じで、伊吹に通じる鉄炭野部が本義だと見られる。明治維新の直前の領域は、現在の鳥取県鳥取市、岩見郡、矢頭郡にあたる。 古くは稲葉国像の領域であったとされる。両政国としての稲葉国は7世紀に成立した。室町時代は稲葉山梨の一族が稲葉国の守護を務めたが、周辺の田島や宝器の三名家と比べて守護家の支配基盤は脆弱であった。そのため、田島総領家が家督争いに介入するなど政情が不安定な部分もあった。また、八条。 八島といった稲葉南部には独立性の高い方向集計の国人が多数存在しており、これらの国人の一部は文明年間、長教年間にかけて2回にわたる反乱を起こしている。戦国時代も稲葉山梨の支配が続くが、稲葉山梨の勢力が内紛などで衰えたため、稲葉は織田、毛利の騒乱の地となる。また、毛利氏と手を結んだ。 武田隆信が勢力を拡大したが、一国を支配する大名までには成長しきれなかった。橋場秀吉により鳥取城が陥落してからは、稲葉一国は小田氏の支配下に置かれた。江戸時代初期は複数の大名に分割されたが、その後は明治維新まで池田氏が鳥取藩三十二万国の大名として稲葉を支配した。国府は常見軍にあった。 現在の鳥取市国府町中号と考えられている。平安時代末期から鎌倉時代にかけての国が後中心部の遺跡が発掘され、現在は史跡公園に整備されている。天寺跡は国分寺跡の西方にある北家寺集落の周辺と推定されるが確認されていない。稲葉守鎌倉幕府室町幕府他に、 吉見氏の一族吉見聖家が室町幕府法講習として存在した。江戸時代以前江戸時代。ありがとうございます。